ベニアミン・ソルダテンコは、ソビエト連邦の陸上競技選手。50km 競歩を得意とした選手で、1972年ミュンヘンオリンピックの銀メダリストである。カザフソビエト社会主義、共和国北カザフスタン州出身。ソルダテンコは、1962年に陸上競技を始め、1967年にソ連のナショナルチーム入りを果たした。 1969年にはアテネで開催されたヨーロッパ選手権の 50km 競歩で東ドイツのクリストフ・ヘーネ・ベーター・ゼルツァーに次いで3位となり表彰台に立った。2年後の1971年のヨーロッパ選手権ではヘーネ・ゼルツァーをおろし金メダルを獲得。ヨーロッパの頂点に立つ。初めてのオリンピック出場となった1972年ミュンヘンオリンピックでは 3時間58分24秒で西ドイツのベルンとカンネンベルクに次いで銀メダルを獲得。しかし4年後のモントリオールオリンピックでは得意の 50km 競歩が正式種目から外れてしまったことからオリンピックへの出場を果たせなかった。オリンピックの代わりにこの年スウェーデンの丸目において1回限りで開催された 50km 競歩の世界選手権では 3時間54分40秒でメキシコのエンリケベララを抑えて世界チャンピオンに輝いている。1978年のプラハで開催されたヨーロッパ選手権ではスペインのホルヘリオパルトラを下しに大会ぶりの表彰台に立つ。1980年モスクワオリンピックで 50km 競歩は2大会ぶりに正式種目として行われたが、 ソルダテンコはこの大会に出場を果たせなかった。ありがとうございます。